総中様が亡くなられてから私は毎月墓前で書物を一つずつ焼き、本日で3年が経ち、焼いた書物は36。上将とのお約束通り、私はご子息の中のお一人の師父となります。そなたが選んだのは誰だ？宗妃様。そなたは宗職につけ、非凡な才を持ち、善と有望だ。宗職様は優秀であられ、お教えすることはございません。わしの命であると申さば。この芝居には病を装い出仕を避けた過去があります。重ねて名を伏せ、逃げた過去まである身ゆえ、裁きを受け死すともやむなしと。見上げた気概だな。あ？中達、そなたには才が備わっておる。傲慢という才だ。宗職を教えずともよい。されど宗妃を選ぶ傲慢は許さん。三年前、上将はご子息のお一人を選ぶことを承知されました。わしが前言を覆しても問題はない。違うか。皇帝の臣下における最高位、上将だからだ。わしの言葉が法であり、天下を掌握する。そうであろう。おっしゃる通りにございます。ゆえにわしは約束を保護にしてよいが、そなたらはいかん。中達、置いておくわけにはゆかぬ。出て行け。感謝いたします。先生、お待ちください。宗妃様、何かご用ですか？お聞きしました。すべて私のせいです。さようなことはありませぬ。これも天意です。私は人事を尽くし天命を待ちます。嫌です。行かないでください。共に戻ってください。父上が反対しようと、先生の教えを請いたいのです。それはなりません。上将に知れたらどう思われるか。父上に何と思われようと、先生を失いたくないのです。私が上将の覚えめでたいことは周知の事実です。私を師父にすれば宗妃様がとやかく言われましょう。ご兄弟とも対立なさいます。ここは一つ冷静にご判断ください。なればどうしろと。私には雨風をしのげる程度ですが、あばら屋があります。お暇の折あらば共に釣りでもいたしましょう。辛くはありませんか？いいえ、何でもありません。辛いことには慣れています。その中でも楽しめるようになりました。
出してくれ。はい。それ。芝居はどこへ行った。城を離れ、所在は分かりません。去る前に誰かと会っていたか。うん。ああ、宗妃様が城外まで追いかけて行かれました。城将、芝居は当世切っての奇才です。我々の元を去れば孫権や劉備に重用されるのではありませんか。劉備には孔明と宝刀が、孫権には露宿がおる。わしが芝居なら争いに行くような真似はせぬ。ご明察です。芝居は遠くへは行っておらぬ。それは何故。周南山を知っておるか。はい、天下の名峰で知らぬ者はおりません。なればその名を知らしめるわけとは。長安から数十里ほどの場所にあり、かつて失意の知識人たちがこの山へ入り、花鳥風月を目で歌を詠みました。彼らは世俗を離れ高尚な暮らしを営みながら、その実山を出る時期を伺っていました。上昇、わかりました。芝居も遠くへは行かず時期を伺っておるのですな。そうだ、わしは芝居を手放したくないが、二度と戻らぬと言うならそれもよしとする。されどももし残るなら、芝居の志がどんなものか見てみたいのだ。敬服いたします。上昇、申し上げます。庭の修繕が済みましたので、どうぞご覧になってください。よし、なれば今から案内せよ。どうぞ。見事だ、見事だぞ。この東屋を見ても細部まで実に凝った作りだ。そうです、上昇のお好みに合わせ江南の職人を呼び入念に作らせましたゆえ。中原の東屋とは一味違うな。素晴らしい、良いぞ。生きているうちに江南へは行けぬ。この東屋を見てせめて行った気分に浸るとするか。え、上昇。さあ行くぞ。ああ上昇、他にもっと立派なもんが。さて、これは。この文字は一体どういう意味でしょう。そうですか。すぐ門を取り壊せ。どうしてですか。門に勝つと書けば広いという文字。上昇はこの門が広いのがお嫌なのだ。ああ、そうでしたか。では取り壊しましょう。そうですな。これは何だ。申し上げます。中秋前夜、清涼の馬頭様が朝廷に献じ、上昇にも送られた歌詞です。上昇がこの3文字をお書きになりました。上昇は何かおっしゃっていたか。書いてすぐに去って行かれました。我らは意味が分からず、そのままに。さあさあ、皆で分けて食べるがよい。あの、上昇に聞かずには手をつけられません。構わず食べればよいのだ。
上将はそなたたちを罰したりはせぬ。ほら食べよ。うん、誰が食べさせた？ああ、これは上将、私が皆に食べさせました。何故さようなこと？上将のご命を受けたゆえにございます。いつわしが命を下した？上将は箱の上に書かれました。一人一口の外ですから、私はご命令通りにことに当たったのです。楊州、そなたは賢いな。人の真意を汲み取れる。結構、純一を呼んでまいれ。御意。上将、純育、味見してみろ。はあ、どんな味がする？苦くて甘いです。先に来るのは苦味か、それとも甘味か？同時でございます。それは馬頭がよこしたそうだ。安心せえ、楊州たちが味見しておる。毒は入っておらん。馬頭は上将を敬っていません。何故かようなものを送ってよこしたのでしょう。わしを侮辱しておるのだ。中秋前夜、馬頭は天使に1万金とあまたの果物や草を献上したが、わしにはこの一箱だけだ。馬頭がいる限り北方は落ち着きません。西陵軍は6、7万の兵を有し、いずれも精鋭、虎視眈々と好機を狙っており、上将が戦のために南下するとみれば、馬頭はすぐさま巨都へ攻め入るでしょう。今までもそうでありました。江南を手にしたいとお考えなら、赤壁の恨みを晴らし、この憂いも取り除かねば。いかにも。何か策はあるか？長年の間中原への進出を願っている馬頭に、朝廷より御事乗りを下してはいかがでしょう。西南将軍に任じ、孫権討伐の名目で西陵軍を南下させるのです。上将、これは狼を持って犬を撃つの刑です。勝負の行方に関わりなく、双方が激戦を繰り広げている隙に上将が攻撃を仕掛け、どちらも滅ぼすのです。うん、妙計だ。そこに少々手を加えよう。ご教示ください。馬頭を大将軍に任じ、兵糧1万石とさらに絹織物を与え、西陵軍を率いて孫権を討たせるのだ。御意。まだ話は終わっておらん。軍を率いて巨都を通る際、必ずや馬頭は謝意を述べに天使を訪ねる。我々はその気に乗じ、馬頭親子を捕らえる。さすれば烏合の衆となった西陵軍は朝廷に帰順しよう。つまりは全てわしのものに。馬頭は宋を一箱送ってくれたからな、礼をせねばならぬ。素晴らしいお知恵です。比べ物にならぬほど見事な経緯になりました。賊はなすすべがないでしょう。
関水よ、朝廷から大将軍に任じられた曹操は兵糧も与えるという。わしは軍を率いて孫権を討伐できる。さていかがしたものか、そなたはどう思う？大将軍となれば三公と匹敵する地位。曹操はかつて袁紹をこの地位に任じました。曹操本人は恐れをなしたのです。こたび兄上を任命するとは一見信頼の証と取れます。されど孫権討伐に難化すればどうなるか。兄上の出陣を見届け、曹操は私の地盤に攻め入る。私はいかがすれば？これは曹操の関係です。命を受ければその罠にはまり、受けなければ父上は朝廷に逆らったとして天使の名のもと征伐されるのです。思いますに、まずは南下せよとの命に乗じ、全軍を漢中に攻め込ませ、長安を取った後巨都を攻めてはいかがと。とんでもない。曹操は抜かりなく策を講じているはず。叔父上が南下しますれば、その道中で曹操軍の攻撃に遭い窮地に立たされます。叔父上、おやめください。受けても難があり、受けずとも難がある。一体どうすればよいのだ？行くぞ。されど大軍は率いん、5000の騎馬兵のみで京都へ向かう。兄上、父上、それはなりません。犬死にしますぞ。行かねば、ただ死を待つのみだ。行けば危険なれど勝てるやもしれん、曹操の首を取れるやもしれぬのだ。お、策が終わりで？はあ、弟よ、明らかにこたびの御事の理は曹操の関係だ。奴はかねてよりそなたとわしを罹患させ、西陵に内乱を起こそうとしている。こたびもわしを大将軍に任じたが、そなたには一言も触れておらぬし、報奨も与えておらぬ。なぜかわかるか？わざとそうしておるのだ。曹操はそなたに不満を抱かせ、わしと反目させる気だ。うん、確かに。よし、さすれば仲たいを装い、あえて戦を起こすのだ。曹操を惑わせる。惑わせるとは？わしは謝恩の意を上奏する。そこでこう報告するのだ。部下の関水は報奨を受けぬことを恨みに思い、わしの命に従わぬと。次はそなたが上奏する。馬頭は教費を虐殺し暴動が起きたと。わしは官職から解任するよう頼み、馬長を全軍の長に推挙する。さらにわしが上奏する。その内容は、関水は馬長と結託し内乱を企て実権を奪おうとしておる。だからそなたを罷免してくれと頼む。その後そなたが訴える。わしが軍を率いて地盤を攻めたとな。そなたとわしが代わる代わる上奏し、なおかつその内容が緊迫を増せば、それを見た曹操は西陵は混乱していると当然のごとく考え、信じ込むはずだ。明暗です。してその後は？その後はわしが京都へ行くのだ。曹操にあってかように訴える。関水は馬長と結託し軍権を奪った。わしは万策尽きて5000の残兵を引き連れ、ここへ身を寄せに参った。上昇の大軍に西陵の奪還を援助してほしいと。さすれば曹操は疑いもなく信じるであろう。城に入ったらわしは内通者と接触し、その夜奇襲を仕掛ける。上昇軍より曹操を討ち、皇宮を占拠する。天使さえ手に入れば、全ての文官武将に投降せよとの御事の理を下せる。曹操がいなければ烏合の衆だ。恐れおののき、逆らう者などおらぬ。兄上、
まさに妙計、前代未聞でございますぞ。あの曹操はもちろんのこと、孔明と周瑜が知恵を出し合ったとしても見破ることはできますまい。父上、妙計ですが、虎穴にいるのは危険です。虎穴にいらずんば孤児を得ずだ。我が一族は代々忠臣である。先祖は福波将軍で今も名言が残っておる。男たるもの戦場で死に、馬の皮に包まれて国に帰る。曹操は国を乱し天使を苦しめておる。わしはとうに50を過ぎ、先は短い。今こそあの賊を殺し国に報いるのだ。どうしてもとおっしゃるならば、私が危険を冒します。私を巨都へ行かせてください。父上をお残りください。西北の軍において曹操が嫌うのはわしだ。そのわしが行けば曹操も喜び、気が緩むゆえ信じさせることができる。そなたでは行っても無駄なのだ。お供をさせてください。命をかけて尽くします。こたびは少数で敵陣に深く入り奇襲する。勝敗を決するのは曹操を騙せるか否かだ。多くの将兵を連れて行けば曹操はわしの話を信じまい。この話は終わりだ。こたびは馬隊と馬鉄を随行させる。そなたたちはここに残り、菅将軍の命を待つのだ。万が一わしが戻らぬ際は、皆は菅将軍に従い退場を成し遂げよ。父上。将軍。近頃百官たちは死母の妖襲の噂で持ちきり、この者は実に聡明なのです。その話お聞かせください。庭の修繕が済み、父上が見て回りました。そして何も言わずに庭の門に一文字だけを書き立ち去りました。誰も真意が分からなかったのですが、妖襲だけが見抜いたのです。父上は広い門がお嫌だったと。もう一つは中秋前夜、馬頭が僧をよこしました。父上は箱の上に一号祖と書き置くと立ち去ったのです。またもや誰も下せなかったのですが、妖襲が入ってくると箱を開けて皆に振る舞ったのです。戻られた父上は、ん？誰が食べさせたと。妖襲は、申し上げます、上将がお書きになったのは一人一口の祖、それゆえいただきました。いかがです、賢いでしょう。聡明だ。賢い、実に聡明です。さように賢いとなると長生きしませんな。ん？どういうことでしょうか。妖襲はその才を鼻にかけ、上昇の真意を見抜いています。かような進化は上昇の勘に触るでしょう。君主たるもの、自分の意思を全く理解しない進化を嫌い、自分の意思を完全に見抜く進化も嫌います。両者を比べればより嫌われるのは後者。何故か進化が上昇の真意をことごとく見抜いては、上昇の恩意はないがしろにされる。よいですか。まことの恩意は計りがたいものなのです。妖襲は才を鼻にかけ、恩意をないがしろにしているゆえ上昇の勘に触るのです。先生のお言葉で目が覚めた思いです。大したことではございません。その他変わったことはありますか。父上が朝廷の名をもって御事乗りを下し、清涼の馬頭を大将軍に任じ、
孫権討伐を命じました。大将軍とはただ事ではありませぬ。宗師様、上将のお考えを当ててみてください。これは狼を持って犬を撃つの刑です。中原進出を願っている馬頭に父上は機会を与え、孫権と交戦させたところで兵を差し向ける意図なのです。呉を取るか清涼を取るか、もしくは両方を取るお考えかと。宗師様、さらにご推察ください。父上は南下してきた馬頭が巨頭を通る際に伏兵に撃たせるおつもり。その通りでございます。馬頭を南下させ孫権を撃たせるのは難しいと思われます。両者が手を組み巨頭を攻めないとも限りませぬ。それゆえ馬頭の南下に乗じて首を取り軍を奪い清涼を平定するのです。大将軍に任じられたゆえ馬頭は必ずや謝恩を述べに参内するはず。先生、父上のこの企てはうまくゆくでしょうか。大方は成功かと。あ、後継様、お部屋は2階です。どうぞ。こちらです。後継殿、お待ちしておりました。そなたは？清涼の封じでございます。昨年の年の瀬、名馬を何頭か選ばせていただいたものです。おお、あの時の封じ殿であったか。さようでございます。忘れておった。さあ、では席に着こう。あ、こちらへどうぞ。どうも。さあ、飲みましょう。結構。ここに来るのは難儀であったはず。これを大将軍の書状でございます。つまり馬将軍自ら巨都へ来られると。いかにも。よもや曹操の関係だとご存じないのか。馬頭様は全てご存じです。されど大将軍に任じられたからには謝恩を述べに巨都へ入らねばなりません。申し上げます。報告によりますと清涼軍に内乱が起きたそうです。どういうことだ。関水が馬長と結託し馬頭の軍営を襲いました。激戦の末になんと関水が馬頭に勝利し領州より追い出しました。馬頭は五千の残兵を引き連れ関中に到着し上将に受け入れを求めております。数日前から関水と馬頭は上層分で互いを非難しておった。内乱を危惧していたが、よもや本当にやり合うとは。しからば馬頭を受け入れるのですか。受け入れる。関水に反撃するため兵馬を借りたいと頼むはずだ。
それに乗じて我らは清涼を取れる。待て！何でしょう？今の話だがどうもうさんくさい。馬頭は狡猾な男だ。反董卓連合の諸侯の中で生き残りは馬頭と劉備のみ。しかも馬頭に惨敗の過去はない。されどこたびは息子の馬長に背後を襲われたようです。巫女の利用、まずは関水を陳南将軍に任じ清涼を治めさせる。馬長は辺将軍に任じ奴らが奪ったものを褒美にやろう。はい。これが謀略なら馬長と関水の仲はいずれ破綻し、間違いなくどちらかが投降するであろう。馬頭は清涼の頭だ。人は腕がなくとも平気だが、頭をなくしては生きられぬ。確かにうさんくさいですな。将軍、京都まで30里足らずです。申し上げます。上将の命により宗義殿が主君をお出迎えしておられます。ハハハハ、曹操め引っかかりました。馬から降りて宗義殿を迎えよ。宗妃がここに父の命にてお迎えに上がりました。上昇に感謝、お出迎えに感謝。お立ちくだされ。すでに野営地を整えてあります。駐屯しお休みください。ありがたい。さあどうぞ。寿星殿、大義であった。さあ共に飲みましょうぞ。上昇には感謝この上なく。何、そう水臭いことをおっしゃいますな。かつて共に董卓討伐の誓いを立てた仲であろう。言うなればそなたとは旧友だ。宗妃、早く酒を進めぬか。謹んで馬頭殿のご健康を祝します。お三方に感謝いたします。上将、かくも立派なご子息を拝見するにつけ、不幸者の我が愚息を思い、この胸が矢に射られたように痛みます。部下たちが命を懸けて助けてくれねば、私は上将にお会いすることもできませんでした。寿星殿、嘆くでない。しばし我慢の時だ。一喜一憂は良くない。わしにも赤壁の屈辱があったであろう。上将、私は今すぐ清涼を奪還したい。関水をはじめ謀反人を討ち、清涼の処分を朝廷に批准させたい。恨みを晴らしたいのです。しかしながら、今や私にはわずか数千の兵しか残っておらぬのです。何も案ずることはない。数日後に3万の青州軍を授けようぞ。清涼を奪い返すのだ。ありがたき幸せ、ご恩には命がけで報います。もう立ってくれ。わしらの中で礼などいらぬ。上将、
勢力を取り返した暁には巨都へ飛んで戻り、ひたすら天が統一のために上昇をお助けします。後継、ここに馬頭殿の陣営に送る兵糧の手配は済ませたか。はい、上昇、すべて整えてあります。明日さらに500亀の酒を送りねぎらうよう。は、清涼の兵は酒に強いと聞いておる。総長、ここに。明日はそなたも一緒に参れ。わしの代わりに清涼軍で献杯するのだ。よい。ありがとうございます。どう、ようこそお越しくださいました。馬頭殿は申し訳ありません。昨夜上昇府で飲まれたせいか、まだお休みです。はあ、大層飲んでおいでだったゆえ当然だろうな。酒を下ろしてから陣営を案内してほしい。清涼の仲間たちにお会いしたい。御意。後継。はい。私は少ししたら帰る。そなたは残り、馬頭殿が起きられたら参上した旨を伝えろ。御意。ではどうぞ。私が陣営に到着する時間になっても朝練は行っていませんでした。兵士たちは足がふらつき、ひげは伸び、やつれた顔で、武器や鎧の痛みもひどく、まさに敗軍という様相です。奴らを倒すにはいかほどの兵が必要だ。まあ500の精鋭だけで奴らは皆殺しにできましょう。500で足りるのか。足ります。命を伝えよ。馬頭を監視している2万の兵は撤退させるのだ。馬頭に疑念を抱かせてはならぬ。御意。将軍、本当に内乱が起きたのですか。ねえ、無論違う。内乱どころか、馬長が清涼の精鋭を連れて伊水の北軍で待機しておる。わしが巨都で口火を切れば南へと突撃して加勢するのだ。将軍は危険を顧みず、さらに地位もお持ちだ。慶福の極みです。されど弱った5000の兵のみをもって曹操を仕留められましょうか。そなたも見る目がないの。確かに老兵ではあるが、幾度も戦をくぐり抜けた勇敢な強者たちだ。曹操の兵は多いが、大半は城外に駐屯し、城内には数千の衛兵しかおらぬ。どうにかして城門を開けさえすれば、夜襲をかけ上昇府を攻め曹操を討てる。皇宮へ駆けつけ天守をお救いし、大事を成したと天下に布告できるのだ。素晴らしい。将軍、妻の弟の病宅は巨都の城門里です。我らが中から手引きさせましょう。夜半に松明を合図に南門を開け、将軍をお迎えします。それは良いぞ。まさに天の助けではないか。失礼します。失礼します。誰か死んだの、そんな大声で。放っておけば良いではないか、うん、ほらおいで。一体何事です。申し訳ありません。旦那様のお戻りをお知らせに参りました。下がりなさい。はい。ほら病宅、早く急いで。兄上がこんなに早く帰るとは。早くして。分かった。待ち合わせしたらどうするつもり。まいったな。待って、帯を。帯か。愛しの君、離れたくない。この人は早く来て。またな。兄上。私の友人が宗爵様のお屋敷におりまして、兄上が学者の家柄ゆえ蔵書も多いと聞きつけ、 ある書物を借りたいと申し、その
牧師、牧師です。あ、兄上はお留守だと伺ったので、先に姉のところへ行こうかと。宗職様なら蔵書が終わりだろう。お手元に牧師さえもないとは。妙な話だ。